リサが来た。リサこんにちは。こんにちは皆さん。皆さん最近ショールームするとき、あ、クロワさんのとこ来ましたか。よかったです。美味しかったです。最近ショールームするときこの髪型のことが多いと思うんですけど、楽なんです。これがお前が気にしなくていいし楽なんです。これが話したいこと山ほどあるのに。楽しんでいてください。マイク塞いでないかい。いや、何にも触ってないです。声こもってますか。電波悪い？電波悪いですか？イーシオンさん、これはシオンさんなのかそうでないのかちょっとわからないですが、金曜日の8期生公演練習進んでる。そうですね、昨日は25、そうですね、25、昨日は8期生だけで練習して、今日はみひなの初日の練習をして、で明日明後日また29の公演に向けての練習をしようと思ってます。あ、これほんまにしおさんなんですか。真中ゆきのって言われた。真中じゃねえよ。あ、本物なんや。しおさん、しおさん別の部屋にいらっしゃいます。同じフロアにはいます。あさってミヒ初日やで。そうなんです、ミヒ初日。レッスン引っ張っていってみて、年齢か関係なくかっこいい。全然なんか引っ張れ
って言ってるのかもどうかもわからないんですが、一応仕切れる部分は仕切ってやっております。なんて呼んだらいい、なんて呼んだらいい、なんでも大丈夫ですよ、なんでも大丈夫です。雪乃でも雪乃ちゃんでも、雪乃さんはちょっと距離遠いかな。ユッキーでも雪乃でもなんでも大丈夫です。21若菜生誕入ってました、もう雪乃さんに会いたい、えやばい、もうゆきのちゃん8期生のダンスの先生と、先生って言うほど別にうまくもなくもないと思うんですけども、どうなんでしょう。でも教えれるところは教えて、助けれるところは全部助けたいなと思ってるので、もう夏休みだから5時前とかでもショールーム行けるのか。そうなんです、夏休みは何時でも OK みたいな感じです。キノって呼ぶ人あんまおらんけどな、まあ、そうですね、なんでも大丈夫です。ユキパイセンダメ、いやー全然大丈夫ですよ。なように読んでいただけらって読んでいただけたらと思います。最近あやぴょんに呼ばれてるのはゆきたそって呼ばれてます。最近多分あやぴょん自体、あやぴょんがなんちゃらたそってつけるのがめっちゃハマってるみたいなんですよ。でもみんなのことそうやって呼んでます。こんにちは、夏休みの宿題はあるのかな。あります、あります、おいおいおい。でも頑張ってやってます。あーそうです、そうです、全員そうやって呼んでます。最近その髪型多めな気するけどハマってる、いやなんかハマってるっていうのもあるんですけど、なんかね楽なんです、前髪ない方が。ポニーテールして熱くないようにしてるのと、前髪気にせんでいいようにしてるので、この髪型になってしまうんです。なんかさっき弥生にオールバックにしてやって言われてんけど、言われたんですけど、オールバックはちょっと勇気がないですね。クロワッサン美味しかったですか。美味しかったです、めっちゃ美味しかった、久しぶりに食べたクロワッサン美味しかった。
ちゃんみたいに可愛い。褒めてるんですか。前髪は何固めてるの。あの紫のケープです。紫のケープで固めてます。今日はもうマルクのやつですね。そうですそうです。よくお分かりで。色によって効果強さが違うの。いや、あ、いやだ。固まり具合が違います。ケープの中で一番固まるのが紫で、その次青、その次ないけ、ないけ、緑、ないけ、四種類ぐらいあって、ちょっと雪乃は1レベルと2レベルのおやつはまだ使ったことがなくて、青と紫しか使ったことないです。夏バテは大丈夫。どうなんやろ。大丈夫やとは思うんですけど、今のところは。汗かいて動くから最強ので固めた方がいいよね。そうなんです。公演の時はそうしてるんですけど、自主練の時はなんかもうここ前髪ってめっちゃ熱こもるんですよ。だからそれがめっちゃ嫌で。でも前髪は欲しいんですよね。沖縄食べ物の好き嫌いあるの。ありますあります、全然あります。あの好きな食べ物はいちご、トマト、スルメです。スルメ、まあそうですね、お酒のおつまみの方が好きです。嫌いな食べ物は人参、ゴーヤと、何やろ、パセリとかセロリ、なんか大人向けな食べ物は苦手です。うわ、なんか変な音してもた。じゃ、スルメ、スルメほんまに美味しいんですよ。ほんまに美味しい。って見るの、見てます、全部見てますよ。しっかり見させていただきます、いただいてます。うん、パセリは人間の食べ物じゃない。おーおーおーに人参はほんまになんか赤ちゃんの頃から嫌いで、もうずっと食べれないです。なんでなんですかね。なんか鼻から出る風味が嫌いなんです。
つまみ系好きなよね、みんな好きなよな。女の子結構好きですよね、スルメとか。劇場にそのおかきとかかきピーとかがあるんですけど、それ割とみんな食べてます。もう豆取ってるけど2回しか編集したことない。おーいしてよ、待ってますね。じゃあちなみにお寿司のネタは何が好き？お寿司は何やろ、エビ、甘エビ、イカじゃない、何や、イクラ、食べないです。いやほんまにエビがめっちゃ好きです。でも何でも食べますよ。昔メールにポテトサラダ苦手って書いてたん信じられへん。いやそうなんですよね、ポテトサラダなんか最近になって食べれるポテトサラダと食べられへんポテトサラダがあるっていうことに気づいて、でなかなか食べれるポテトサラダに出会わないんですよ。自分でも何が食べれて何が食べられへんかまだよく分かってないんですけど。え？びっくりした。おはようございます。誰もおらへんで。いやカラキ取る？うん、しようと思った今。そうなん、うん、入る。誰でしょう。あっちでやるわ。オッケー。暑いんちゃう。明日僕がショールームするって言って、あ、確かに。クーラーつけといたら。あり、ありすぎ。ふわさんとしおさんがやってる。あ、そうなん、うん、え、あれはあれはとか言ってもた。誰？やよたか。乗ってない。え、どこ行った？なんて？どこ行った？え、分からへん。さっきまだおったのに。無視で、しかも。あ、そうなん、うん、じゃあつけんでいいんじゃん。それもついてる。じゃあここめっちゃなんか寒い。寒い。いやほんまに。直撃。マコはめっちゃあれなんですよ。なんかファミチキとか唐揚げ系をよく持ってます。で一番好きなやつたのにたらこが一番好きです。え、風邪ひかないでよ。あのあれなんです、クーラー直撃しても風邪ひかないんですよね。なんでか知らんけど強いんですよね。マクチとヤヨタンよく食べ物持ってるイメージ。そうです。ヤヨイは分からんけど、
マコはよう持ってますね。白いご飯とたらこ、たらこめっちゃ好きなんです。たらこといくらめっちゃ好き。生と焼いたやつどっちが好き？生生生生そのままのやつが好きです。明太子も好き、明太子も好きです。雪ってつくくらいやから寒いのには強いんで、うん、そうなんですかね。でも今あれなんですよね、クーラー効いてて半袖やからっていうのもあるんですよね。しかも動いた後、今ちょうど汗引いてきてる時間、汗引いてきてる時間。お寿司屋、お寿司屋でキュウリになっているイクラ許せん。え、でもほとんど乗ってるくないですか？乗ってないか。ずっとさーって聞こえてるのはクーラーの音。多分クーラーです。ここの部屋でやったら絶対この音聞こえるんですよね。ドラムのある部屋は暑いらしいね。いや、涼しいって言ってましたよ今。いやでもいつもは暑いです。めっちゃもわってしてる。今日は頭がこけた。え、めっちゃ暑いですよね今日。家出た瞬間、何やこれって。めちゃめちゃ暑かった。溶けた。溶けた。今日は北海道も暑い。ういうぃー、作ってます。でくしゃみですよ。気持ち悪い。止まった。学校帰りに帰りしとかしたことありますか？いや、ないです。真面目なんで、すいません。あー、仲良い。花粉じゃ、昨日の夜からめっちゃ仲良かったんですよね。アレルギー出てきて。夏休み毎日レッスン用通ってるの。なんか夏休みもっていうか、練習が今の自分に必要やなと思うときはめちゃめちゃします。いつでもしに行きます。だから初日とかシンポジとかのときはめちゃめちゃ行きます。いや、目が痛い。 目は痛くないけど目がかゆい。じゃ、お化粧してるからあれなんですよ。目かかれへん。治った。31日公演出ないの悲しい。いや、そうなんです。雪乃も出たかったです。出たかったんですが
べられないんです。だからシオンさんと坂田、シオンさんは28の公演で終了って言い方はなんか嫌やけど、一旦お別れでもない、え、なんて言ったらいいんですか、行ったポキって言った。しおんさんが、しおんさんと一緒に公演出れるのが28で、27、28で、で、坂田は27、28、29が最後ですかね。チームが離れるとやっぱり会いにくくなるのかな。いや、雪乃はまたぎに行きます、またぎに行きます、絶対に。なので会いに行きます、絶対に。29日は誰がどのポジションに入るかも気になる。あ、そっか、まだまだっていうかメンバーだけですもんね、出てるの。いつもポジション出へんのか。誰がどのポジションに入ってるのか、楽しみに。えなまたぎ出演楽しみにしてる。頑張ります、頑張ります、頑張ります。坂田31も出るんじゃない。いや、出るんですけど、私が出れないんですよね。そうなんです、だから29で坂田は一旦終了です。終了29日は DMM で見守ってるね、ありがとうございます。29日倍率高そうね、久々に落ちた。そうなんですか。確かにお母さんも言ってました、倍率高くなるかなって。そう、31出れないんですよ。お母さん公園見に行ってるの。いや、普段は来てないです。でも初日来たかな。この南海公園の初日の日は来ました。それ以降多分来てないと思います。あと M の初日とか以外は来てないと思います。29はキャン待ちにかけます、当たりますように。生誕祭は来るのかな。いや、どうなんですかね、わからないですでもいつも DMM で見てくれてるので、どうなんやろ、来てくれるのかな。ゆきちゃんお母さんに、いや、めっちゃお母さんに似てるって言われます。マネージャーさんにも言われました。
保育園幼稚園行ってる時からずっと言われてます。先日は僕も行きました。うん、ありがとうございます。劇場の客席でゆきのちゃんっぽい人を見かけたらママさんって答えだ。いや、ゆきのは全然似てるとは思わないんですけど、なんかね、似てるみたいです。みちゃん顔がザ女の子って顔してるもんね、可愛い。ありがとうございます。ペットボトル頭に乗せるのうまいね。そうですか、動画見てくれはったんですか。ゆきのちゃんだけ落とした。動画って言われてうんって言ったら落としました。うなずいちゃったんで。え、そうなんです、喋ったら落ちるんです。配信するの、何時まで配信しよう、何時まで配信しようかな。何時まで配信しよう。今何時ですか。ちょっと確認します。24分。めっちゃ微妙やな。25分に終わりたいのでランキングを読みます。大和市さんありがとうございます。12位マンさんありがとうございます。11位なんて読むんだこれは。ひかりさん、すいません、ありがとうございます。10位のぞむさんありがとうございます。9位つらかわいすぎてさんありがとうございます。8位ともたんさんありがとうございます。7位つよさんありがとうございます。あれ違う、7位だいくんさんありがとうございます。6位つよさんありがとうございます。5位りきおさんありがとうございます。4位バッタさんありがとうございます。3位ジョエルさんありがとうございます。2位かーくんさんありがとうございます。そして1位ひさしーさんありがとうございます。横にします。ありがとうございました。
がとうございました。すいません、すいません、明日もできたらしたいんですけど時間がなかったら多分できないです。時間があったらします。ではありがとうございました。またねー。